今から壁の色を水色にしていく。めちゃくちゃいい。ほんと壁紙貼るの上手。それと同じ長さに切ればいいよね。雲のシールを貼っていきたいと思います。かわいい。めちゃくちゃかわいくできましたね。残りは届いてからやりたいと思います。イエイ。電気で磁石でくっつく小物入れ、これは関係ないんだけど指人形、あとあれね、あのホワイトボードで後ろが黒板になってるんですけど、まあ、これも組み立てたら見せるんでちょっと待っててね。はい、じゃあまずワゴンから組み立てるか簡単にします。レッツ組み立て。これってさ、穴開けてつけるってこと？これアイスピックみたいなやつで。無理なんですけど。穴開けといてよ。
アイスピックみたいになくても意外といける、頑張れば。気合の問題、これはもう全ては気合の問題だったわ。なんか知らないけどめちゃめちゃ足の裏が痛い。よし、あと少し。はは、完成できたよ。なんかめちゃめちゃ足痛いな。まあいいや、もう気にしないで。足の痛覚なくなって。本当は水色が欲しかったんだけど売り切れてて、水色が。残念だよね。あー、絶対ここ水色の方が可愛かったよね。まあいいか。はい、ということでお部屋が完成しました。っていうかさ、この指人形可愛いんだけどさ、長いの。これいらないから、絶対これだけは切って欲しかった。はい、ということで私のお部屋はこんな感じでした。この辺にラグを敷こうかなって思ってるので、あの雲のね、ふわふわのラグが着たいんですよ。ただね、5000円とかするものが多いのでちょっと考えてます。っていう感じでね、 IKEA の家具を女性一人で組み立てるときは気合と根性が必要です。今後はこのお部屋で撮影していくので、また変わったところがあったら報告します。ではまたね、バイバーイ。チャンネル